国連人権理事会でのアナンド・グローバー氏の勧告を受けてということで始めさせていただきたいと思います。私たちが注目しているのはですね、このアナンド・グローバーさんが非常にこう、健康問題そして避難問題に踏み込んだ、調査報告勧告を行っているということです。この、15番にあるですね、情報へのアクセスは健康への権利に不可欠の要素だということと、それが自分たちの健康に関する決定を知るということにつながるんだということを最初に強調されているということにはすごく大きな意味があるのではないかというふうに思っています。で、私はこの報告書を見てですね、この報告書のメッセージは、当事者は市民なんだから、市民が自分で考え行動できる情報は政府も党でもちゃんと出しなさいということをずっと言ってるんだというふうに、感じましたというか、そういうふうに思いました。で、結局この間問題なのは、当事者が誰かといったときに、住民とかその被爆を実際に受ける個人を中心ではなくて、当事者は政府や東電や福島県だったりとか自治体だったりという当事者が中心に物事を決めて、本当は住民が中心なければいけないのに、そこから住民がかなり遠くに政策決定などからは追いやられているということが大きな問題だというふうに私自身は感じてきてますし、現実そういうことなんだろうというふうに思っています。この勧告というのは非常に意味を持つというふうに思っています。で、45番で、その政府が今20ミリ以下でですね、期間を進めようとしているという指摘が、されています。で、これに対して日本政府はこれは誤りで、宿泊が制限されているだけだというような反論をしています。これは板手村等の状況だと思うんですね。で、ところが今、12月ですね、もう昨年12月になりますけども、後でお話もご本人からいただくことになってますけども、例えば伊達市の特定避難勧奨地点ですね、これが12月で解除されてまして、で解除の理由が何て書いてあるかというと、積算線量が20ミリシーベルト以下になることが確実であることが確認できたためという理由になっています。ですから、もう20ミリシーベルト以下ですね、20ミリシーベルトで避難させておいて、20ミリシーベルトでもう帰還をさせると。で、実際に3月ですね、3ヶ月後に賠償を打ち切って、もう兵糧攻めという形で避難者に対して帰還を促すというような動きになっています。それから政府が今やっていることはですね、例えば直線モデルですね、低線量であってもそれに応じたリスクがあるんだということを、まあそういうのを証明はできないんだという形でそれを否定するようなキャンペーンとかですね、あるいは低線量のリスクはタバコや肥満に比べたら小さいんだというような形で、もうまるで100ミリ以下ではあれば、問題がないようなキャンペーンを実はやっていますですね。そして先ほどのその20ミリでの期間を流すという動きにつながっているわけですよね。そういう意味では非常に政府のその欺瞞的な対応というのはその反論からも見えてくると思います。まあ、参考情報としてなんですが、皆さんもお気づきかもしれないんですが、残念ながらこの国連の人権理事会で、健康に対する権利特別報告者が、福島原発事故 の人権状況について、報告を行い、日本政府に勧告した、日本のマスコミの扱いちっちゃかったですよね。なおかつですね、朝日新聞5月27日グローバーさんの報告が載るべき日だったと思うんですが、残念ながら一面のトップがですね、国連の、科学技術委員会の、福島原発事故、国民全体の甲状腺被曝量チェルノブイリの30分の1というような報告案の紹介が載っていたんです。どうやらその国連の科学技術委員会っていうのは、これはその IAEA と同じで、チェルノブイリ後、被害隠しというのがチェルノブイリ原発事故で横行したんですが、まあ、IAEA、アンスケア、その国連の科学技術委員会ですね、なんかの方向が非常にこう、被害を隠したということで、現場の医師たちの警鐘を一切こう切り捨てていったような歴史があるわけなんですが、福島でも今、同じことが起ころうとしている。
そしてこの、アナンド・グローバーさんの、報告というものが報道されることが期待された日にですね、まさに同じ日にこの国連の科学技術委員会報告書、しかもその最終案ではなくて、本当にこれ報道する必要があるタイミングなのみたいな、そういうタイミングなんですね、というのが非常に私気になっておりまして、その日の夕刊に非常にちっちゃく載ったらしいんですが、なんでこっちを一面にしたのって、これは読者の当然の疑問でいいと思います。で、この元の報告者は一体どこですかと、ね、で、なぜこのタイミングに報道したんですかって聞いてみてください。私たちは国連健康に生きる権利特別報告者の勧告を歓迎します。日本政府は勧告を受け入れてください。原発被害者の生きる権利を保障してください、抜本的な政策の見直しを行ってくださいということで、この共同アピールをぜひ皆さんとともに採択したいと思うんですが、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。